売るときの、例えば、職人町やったとこやから、まあ、職人の扱いは慣れてる町やで、多治見。なんか自分が職人派だよなと思ったら、多治見来たらええねん。慣れてるから、職人は。店やってる人も職人やし、職人っぽいしかない。職人でしかないし、職人系な。厳密な職人ちゃうから、店やってたらな。だから、まあ、施設の、文学、文芸とかな、芸術とか芸術と別して芸能とかは職人とかじゃないから、ね、比喩にすぎないからね。スポーツもな。送りバントの職人って、あ、職人ちゃう。比喩やから。比喩よ。で、だけど、私も職人の扱いは慣れてるよ。職人だらけ。職人でしかない類型がゴロゴロって。職人同士の付き合いやったら簡単。何できんの？ほんまそれか。そんなもんやろ。職人同士な。他の町やったら、まあ、職人珍しいともてはやされて、あ、高いわ、難しいわ、時間かかるわ、怖いわ。ここはそんなことないはずや。な。もし今そんな状況に陥ってたら、それはもう経済的な原因やから。な。職人は集まったらいいねん。な、孤立すんな、職人は。な、多治見は職人の町や。他の町で居づらい職人、多治見に来いや。な。んで、例えば、売り方の話やけどな。職人苦手やろ。うちも苦手やで、売り方。例えば、花瓶売るときやったらな。お花と一緒に、セットで売るのはアホらしい。バカバカしいし、意味ない。どう言ったらいいの？ディスプレイはいるよ。この花瓶はこんなお花素敵よ。そんなんわからん時代になってるし、そんなんも自分で考えられへん客ばっかりになってるから、花瓶に、お花入れてたら、丸ごと欲しいみたいなアホな客が増えてるやろ。どこのお嬢やったら、ただのババアやってんな。めちゃくちゃ悪いやろ、ごめんな。酒飲んでるから。それで済ますんだけど。職人っぽいやろんか。性質だけな、うち。腕は大したもんね。いろんなことできるけど、全部アマチュアや。あ、飛んじゃった。アマチュア。アマチュアの語源や。いろんなことできるけど、全部アマチュアレベルやろ。めっさできんで。そんなところの人がうちほどいろんなことできへんで、でもそのうちの実力たるやん、どの分野も全部アマチュアやねん。それがちょっと特徴だから、いろいろ言えるけど全部アマチュアだから。